ちは、江藤です。今日はこちらのクラムの、冷却水漏れを直していきます。それでは早速作業を始めます。はい、で今回こちらのお車はここですね。エンジン側面のサーモスタットハウジングっていう部品から水が漏れています。で、分かりやすいように少しバラしてあるんですけれども、よく見ると、こんな感じで漏れてる冷却水が下にこう溜まってしまっていますね。なんで一応今回このサーモスタットハウジング、この部品ですね、を交換します。はい、でこちらが交換する新品のサーモスタットハウジングになります。で、ボルト、3箇所ですねで固定されてますんで、このボルトを外して、あとホースが、5箇所ですね。あとコネクタ、水温センサーと、あとサーモの作動を見てるコネクタ2箇所で、あとですね、奥側に、ウォーターパイプって言って、ウォーターポンプとつながるパイプがあります。で、漏れてる箇所は今回このサーモスタットハウジングなんで、こちらの交換になるんですけれども、多くの場合このウォーターパイプのこの付け根ですねも一緒に割れてしまっている車が非常に多いです。なんで、こちらの交換がどうしてもこのサーモスタットハウジングの交換時でないと交換ができないので、今回予防として、一緒に取り外して交換していきます。はい、今パーツの交換が終わりました。これからクーラントの補充を行います。で、クーラントの補充は、この真空引きする器具を使ってクーラントを補充します。で、クーラント、冷却水のこの経路ですねはかなり複雑なんで、上から足しても 100% 充填することがちょっと難しいです。なんで真空引きで、まあ冷却水の経路を真空にして一気にクーラントを充填する方式を取ります。はい、で今エアを使って冷却水の経路を真空にしました。で、マイナス 0.096 なんでほぼ真空の状態です。これでチャージします。チャージお願いします。はい、でこっち止めちゃ、エア止めちゃっていいです。そうすると一気に充填されます。で、こうすることで、まあ、エア抜きの作業がほとんどいらなくなります。はい、今0.06入っていってるね。ちょっと待って。ゼロになった？もうちょいです。ゼロ、全くゼロじゃなくてもいいけど、それもう減るのが止まれば OK？ あ、OK だね。はい、これで今満タンまでほぼ 100% 充填されました。 OK ですか？あ、 OK です。はい、今日は、R56 の水漏れ修理の様子をお届けしました。水漏れ修理はボンドミニにお任せください。ご視聴ありがとうございました。